I found that photo in the sofa, and it's from way back in 01. So I guess there's much I never told you, like who I am, who I love, where I've been and where I came from. おはようございます。昨日はとてもゆっくりできました。初めてこんな贅沢な気分を味わいましたが、今日は尾道猫に会いたいと思います。ついに本日が最終日です。もう一生ここに住んでもいいかなと思うほど気に入ってしまった場所なのですが、今日も Google Earth 先生に目的地をさせてもらいましょう。今日は尾道といえば、あの猫が結構いるっていうのを事前に聞いていたので、猫ちゃんに会いに、この奥の細道ならぬ猫の細道っていうところがあって、ネーミングセンスもいいですよね。ここに行ってみたいなとワクワクしています。近くにはね、こういったロープウェイ、お寺、映画の街として、こういった雰囲気いい場所もたくさんあって、時間があればね、こういうところもぜひ皆さん立ち寄っていただけたらいいんじゃないかなと思います。今日は午前中しか時間がないので、この猫づくしのこのエリアに私は行ってみたいと思います。お宿からは 3,40 分ほどの近さに位置しています。朝外の空気を吸いにテラスへ出てみました。ちょっと曇っているんですが、こう凛と張り詰めた空気をいっぱいに吸い込んで、すがすがしい気持ちになれました。近くのマリーナが見えました。そして朝ごはん、ここの朝ごはんもとてもとても美味しかったです。バイキング形式になっているエリアと、こう注文するものが分かれていて、最初に注文メニューを聞かれまして、それ以外のおかずは自由にとっていいよって言った雰囲気の反バイキング形式の朝ごはんでした。これなんだっけな、ちょっと名前忘れちゃいましたが、とにかく美味しかったです。食後はこちらのロビーで一休みしました。座る椅子がたくさんあって、思わず気持ちよすぎて寝転んでしまいました。Thank you.
上の看板も。そろそろ帰る時間が迫ってきました。猫尽くしでとっても面白いところですが、肝心なリアル猫ちゃんには未だ会えてません。ちょっとこれを見ないと帰れないといった雰囲気で意地になって探してます。上にいないか、隙間にいないか、細かいところまでチェックしているとついに出会いました。私の行っていた道とは反対側のこちら開けたところにいました。わかりますでしょうか。かわいい黒猫ちゃんが大きな岩にポツンと座ってました。すっごい嬉しかったです。まあまあ人懐っこかったんですけど、逃げ足が速くて撮るのが大変でした。ここの猫ちゃんは誰かが餌を与えているみたいで、お食事中なんですが、やっと会えた嬉しさにちょっかいを出しているようです。うっさいなぁと思って食べてると思います。ごめんなさい。頑張ってこうツーショットを狙おうとしています。そしてカメラのピントが合いません。まだオールドレンズに慣れてないのでピント合わせに必死です。ふわふわで毛並みがいいんですよね。ちょっと触ってしまいました。食べてる最中に触るやつ最低ですね。最終日は泊まった宿周辺でのんびりゆっくり過ごすことができました。下り坂でもう一匹見つけました。マツと呼ばれてました。今日は1日目の小島ジーンズストリートで立ち寄ったコモンプレイスさんのジーンズを履いてました。めちゃくちゃ気に入ってしまいました。
Thank you.